こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、時々日々時々です。東林和尚の下、時々日々日々時々七天八刀いずれかぜいずれか日なるやによります。一刹那を大切にし、少年相続するべきことを進めたものです。テーマから時々日々時々を書いています。最後までご覧いただきありがとうございます。